あなたは自分が受験で失敗するパターン、自分の失敗パターンというのは分かっていますかどうも、カ、え、ト、ー、ちゃんと申します。えー、唐突に質問で、えー、失礼しましたが、僕は自分の意見を人に発信し、その人の物事の考え方を変えたり、あるいは加えたりといったことを通じて、人の現状をよくできる。そんな人に憧れ、そうなりたく、 えー、バケン率の発信活動を1年と10ヶ月させてもらってます。今回は、自分の失敗パターンを知るというのが成功につながるというテーマでお話をします。はいまあ、今回まあ、どうも内容はまあ、嘘っぽいように聞こえると思うんですが、実践してもらえれば、まあ過去に自分をバカにしていた人にも、マジかお前バケンで稼いでるってすごいなと、そんな風に、えー、ギャフンって忘れることができます。これを理解してないとあなたは、キルマン間違えたとか、 やっぱりこの馬にとかがかんかったとか、中始めはこの馬にしようと思ったのになとか、そういう風にただただ後悔するだけで終わってしまいます。えー、テレビや SNS で馬券で終わってて、払い戻しの機会から一挨札を大量に払い戻して、こうやって仰いでる、この原因を見て、だただ悔しいだけ、いいなぁと思ってただ羨むだけになってしまいます。 え、劣形は終わり、えー、レース結果を家に帰ってもう一度確認してもやはり負けたという結果が変わることはない。また負けたと、そう言って点を挙げますが結果が変わりません。そういうのを繰り返して来月もあなたは負け組みのまま、えー、また馬券をなくなく買うことになってしまいます。そうならないために知っておくべきこととは何なのかというと、自分がいつも失敗するパターンを抑えておくことです。はい。えー、僕は今でこそ馬,、えー、馬券列の発信活動させてもらってますが、 えー、元々のスタート試援はた,たったの3ヶ月で、えー、63万円をとか、本当にクズでした。えー、その時僕は、あったんですね。失敗の法則というのが。それは何かっていうと、ツバ票だけ握りしめて、ウィンズもしくは競馬場に行ったら予想していた。これが僕の失敗パターンってことに気づいたんですね。はい。僕はこればっかりやってて、まあ、もうウィンズと競馬場でまあ時間がない中で、ね、焦りながら予想してたんで、 あと一刀縛らないかんってなってるときに、もう、ったら、骨盤に残り3分で締め切りですと書いてあるわけですよ。残り3分。締め切りの場残り3分とか言って。それに焦って焦って、まあ、いいやダラって決めて、マックシートを打って、買い戻し、あーと、マッケンを買う機会ですね。マッケンを買う機会にマックシートを入れて、どんど繰り返してた。これが僕の失敗パターンで気づいたんですね。はい。それで、え、その後繰り返して、まあ、当たったとしても結局、え、流しで点数が増えて、 当たって損とか、そんなことばっかりしてました。レースが終わったら、もっと冷静に予想しとけばな、この馬入れとったかな、とか、キルも間違えずに済んだかな、とか、そんなことばっかりしました。なので僕は、えー、失敗パターンとしては、出馬表を持って予想せずに、えー、ウィンズとか競馬場に行ってしまっていたということは失敗パターンとして分かったんですね。えー、このように、あなたも自分の失敗パターンというのを今すぐ、えー、ちょっと書き出してみてください、ワークとして。自分が外す時の傾向。 どういう予想の仕方をしてるかなとか。はい。です。えでは、えー、それが分かったらですね、えー、次は同じミスが失敗しないようにどうするかというのを考えてみて、えー、改善策を考えてみてください。それでは、えー、今回は失敗の法則があなたの成功の秘訣。失敗の法則を知ることが成功の秘訣というテーマのお話でした。ありがとうございました。えなお、最後まで聞いてくださったあなただけにお知らせをします。愛されて1年と10回ずつ。 えー、1200人が目からうろこと言ってくださったバッケンリスの全貌は、ここではお話ししません。なぜかというと、えー、模様分を聞きますが、人も長くなってしまうため、あなたが聞くのが大変だと思ったからです。えー、なので、えー、最新のバケンリスの全貌は、下記の動画説明欄にて明かしますんで、えー、この動画を見て、えー、動画を聞き入っている、今が一番意欲が高まっている状態で、あなたが一番情報が頭に入りやすいタイミングがもあるんで、今すぐ、えー、動画説明欄のブログリンクをクリックしてください。それでは今回は聞いてくださり、本当に。ありがとうございました。失礼します。